バージョン 9.7 になり、気持ちも新たにプレイしていた私に、悲劇は起きました。試合も後半戦、敵はこちらの陣地に集まり、それも味方が排除していき、ラスト1両である、敵のバレンタインに突撃する私。そして、事件は起こった。このまま突っ込んでサクッと倒してしまおう。そこへ、味方のエルクがまさかの割り込み。快速戦車、アーソーラスプリー、突然止まれるわけなく、味方もろとも、川に目がけてダイブ。しかもそのまま、味方エルクを押しつぶし、連続ダメージでまさかの撃破。もう一度見てみましょう。走っていたら、無理やりエルクが割り込みです。もちろん慌ててブレーキをかけましたが、直前のスピードは50キロ以上、止まれるわけもなく突撃、さらに運悪くそのまま踏みつぶし、味方を誤って撃破です。これって僕、悪くないですよね？でもこれで、ウォット裁判所からブルーネームの刑を受けた私、T1 スタイルズは、1時間のアカウント停止処分に処されたのでした。理不尽すぎる。エルクには申し訳ないが、その後数試合ブルーネームで煙たがれ、辛い思いをしましたとさ。まあいいんだけどね、過去の話だからさ。さあ、本編に参りましょう。快速トリオザ、オーバーロードに、来たー。はい、というわけで、今回も、おなじみの快速トリオ、アーソーラクプリーで出撃します。当動画の主人公、T1 スタイルズです。ついにバージョン 9.6 の在庫を編集しきり、今回からバージョン 9.7 の模様をお送りしていきます。バージョン 9.7 のスタートは、この新マップ、オーバーロードが舞台がいいと考えていたら、たまたま快速トリオでの投稿になってしまいました。たびたびアーソーラクプリーで出撃してごめんね。さて、初動は東側の偵察に行きます。一度山田さんとこのマップをトレーニングモードで走り回ったのですが、ここに試合で振られたのはこの戦いが初めてでした。正しいかわからないけど、東を偵察、後半は海岸線を突破して、敵陣を攻める感じで行こうかな。俺、全然マップわからないから、君らに合わせるよ。ティアボトムだしね、いつも以上に単独行動は絶対禁止、3人で動いていくからね。了解。了解。このマップ、最近減りつつある草村や起伏が多くて、結構気に入ってきているマップなんだよね。俺も、今では結構好きなマップだな、この時は嫌いだったが。ここを覗いたら敵に合いそうだな。見つけた、そして見つかったな。うん、一旦飛行、牽制になればそれでよし。わかりました。そうだな。なんだろうな、このマップ、すごく懐かしい感じがするんだよね、新しいマップなのに。わかる気がするぜ、少なくともスターリングラードよりは好きだ。このまま僕は戦線離脱するぜ、単発弱いからね。僕らは重戦車にここを引き継ぎしてからそっちに行きますね。了解です。よし、重戦車たちが来たな、引くか。そうですね。こちらで合流したら、海岸線を攻めましょうかね。そうしましょう。それまでに小遣い稼ぎできないかな？まあ、起伏も多いし無理だよね。さあスタイル、海岸線に行くぞ。ほいほい。ノルマンディー上陸作戦ですね。落下傘部隊とかいないかな？いねえよ。おい山田、早く海に行くぞ。あ、ごめんなさい。単独行動はダメだって言ったろ。それ、クリオスからは言われたくないな。うるさい、お前が俺の単独行動ばっか編集するからいけないんだ。俺は普段そんなに単独行動してないんだぞ。そうでしたっけ？そうだってクリオスが言うんだからさ、信じてあげようよ。お前ら。さあさあ、海に出ますよ。しかしこのマップ、攻めにくいとはいえ、海に出るこのポジション、なかなか独特だよね。今までにない感じだよな。さて、誰がいるかな？誰もいなきゃいいんだがな。被膜積んでるから、僕が先に行きますよ。お願いしますね。さあ、誰かいるかな。
ピートラがいましたね。単独ならやっちまうぞ。どうかな。あ、トラもいましたよ。格上重戦車2両か、手数で任せるかもしれないな。突っ込もう、ここはスタイルの単発連射が鍵だ。慎重に頼むぜ。了解、乱闘だ。撃たれた、出だし不調だ。まずは柔らかい、ジガーからやろう。やあやあ、こっち向きやがれー。くそー、俺からやるか。おのれ。みんな俺を無視か。怒ったぞ。うわー。くそー、クリオスがやられた。大丈夫？山田さん。はい、このままトラをやっちゃいましょう。任せろー。よし、撃破。弾を引きつけてるから背面を任せたよ。痛いが。大丈夫？おのれ。弱点を打ちたい。くそ、角度的にも深く的にも無理だー。早くリタイナ。おれー、よっしゃ、反撃開始じゃー。許さんぞー。やりましたね。よかった、俺一人の犠牲で格上重戦車2両やれたのは大きいぜ。これでおそらく海岸線の制圧は完了したかな。そうですね、敵の背面を狙いに行きましょうか。まずはそこの重戦車 T34 をやれそうかな。そうですね。あ、でももう倒せそうかな。他にやれそうな敵いないかな。ちょっと見てきましょうかね。そうだね。いや、これはここじゃなくてもっとなんかして上陸した方がいいかもな。確かに、そうしましょうか、山田さん。そうしましょう。そんなわけで、再度移動中。お、T34 の2がいたか。スタイルさん、どうします？こちらのヘルスやばいしね。味方の支援が来ないと厳しいからね。一旦飛行か。了解です。キャップにはシャーマンジャンボもいたのか。引いて正解だったな。移動のシーンなので早送り。あ、でもこれ、味方も来てるし、南側から上がった方がいいかな。視界提供の意味で、山田さん行ける？任せて、安全確認できるまでちょっと待っててね。ほいほい。うわ、こいつ、ついてきてやがった。うわぁ。いや、山田さん。ごめんなさいでした。気にしないで、体当たりでダメージ入ったみたいだしさ。お、この薬パンツー、行くのか、援護しますよ。仇は撃つぜー。側面見せろー。うわ、あ、でもこいつ 122mm 砲じゃなかったか。助かった。山田さん、盾になってね。お、こっちに来たか。これならやれる。ペシペシなめんなよ。よっしゃー、ナイスです。これで勝利が確定したな。よかったよかった。あとは自走砲のみ、このまま攻め上げ、勝利しました。さて、戦闘結果です。M1 バッジと、砲撃マスター、ジュエリスト、攻撃者、ボクサーを獲得、赤字ですが、初のマップにしてはまずまずの働きができたのではないでしょうか。全体成績では味方ないトップ、快速トリオで首位独占とはなりませんでしたが、ギアボトムでこれだけ働ければいい方じゃないでしょうかね。海岸線は僕らだけで抑えれたしね。俺の死も、無駄にはならなかったしな。というわけで、今回からはバージョン 9.7 の模様をお送りしていきます。今後ともよろしくお願いします。それから、もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録や、コメントをいただけると嬉しいです。合わせてよろしくお願いします。それでは、スタンハン戦の新日本参戦時のテーマに乗ってお別れです。ご視聴、ありがとうございました。まったねー。またなー。バイバイ。